体育館の広さと天井の高さと観客の多さにすごい驚いたのを覚えてます。すごく緊張してて、その時はどういうプレーをしたとかあんまり覚えてなかったんですよ。あんなすごい春高の代々木体育館で試合ができたんだから、もっと楽しくできればよかったな。でも自分たちの力が全然なかったので、すごい悔しいと思ってた。私ができなかったこう試合を楽しむっていうのを、笑顔がコートにこう溢れるような試合をしてほしいなって思います。